ルチアーノ・ロサーダは、イタリアの指揮者。1923年、ベネツィア生まれ。地元のベネデット・マルチェロ音楽院を経て、シエーナのキジアーナ音楽院で、アントニオ・ガルニエリとヘルマン・シェルヘンに指揮法を学び、1947年に、スカラザで指揮者として、デビューを飾った。1957年に、スカラザにおけるフランコ・ドナ・トーニのバレー、ランプの初演を指揮。 1973年に、スカラザで、ルイージ・コルテスのオペラ、白夜の初演を指揮。1964年から1974年まで、ボローニャのマルティーニ音楽院。1975年から1984年まで、ミラノのベルディ音楽院で、指揮法を教えた。1998年、ミラノにて死去。ドメーニコ・タンピエリ。 バレジェレットサーデル、エレファンテ、エディット・ファエンツァ、2004、P385 ハット・オペラ、50、ジョージュ・ヘンリー・ユベール・ラスケルズ・アール・オブ、ヘアウッド・ロールズ・ハウス・パブリッシング・カンパニー、1999、P285 ハット・エンツォ・リースタグの、ドナトニ、EDT、1990、P83。ありがとうございます。